はい、こんにちは、こんばんは、丸中ボンサーです。はい、今回はね、このネットショップずっと休んどったんだけど、ちょっと再開してみようかなと思ってね、あの視聴者の皆さんからあのミニ盆栽を売ってくださいっていう声があったんで、ちょっとやる気になってますよ。はい、これね、あの春風会さんの展示会で売れ残ったやつですけど、あの杉いっぱいあるもんで、あの1本これ2,000円で売っとったんだけど、あのね、まあ送料もあるもんで、だってこの2本抱き合わせで、この1番がこの 2本ね、これでまあね、2,000円2,000円で4,000円で、まあ送料はサービスっていうかね、あのいう感じでやってみようかなと思いますけどね。まああと、まあ北海道とかね、あの離島なんかはね、プラスまあ送料、あの500円とか1000円とかいただくかもわからないんですけど、まあちょっとあのどのぐらいで送れるかちょっとね、わかんないんで、まあだいたい60サイズで送れるとしたら、まあ1000円以内が本州で、まあ1500円から2000円ぐらいがまあその離島とかだと思うんだけど、はい、こんな感じでね、あのやっていこうかなと思いますよ。こいつはあの2番ね、2番はこういうセットね、これこの木とこの木、このあの札にね、あの丸2として書いてあるもんで、あのこの木、この現物を送りますよ、このセットでね。はい、これは丸3番ね、はこの杉とこの杉、これもあの番号が振ってあるもんで、あの間違いなくこの2つの木を送りますけど、ただあのあとあの海外発送はできないもんで、あの個人だもんで、その土の輸出とかそういう検疫とかそういうのがあるもんで、海外は送れませんので、よろしくお願いいたしますよ。まあこれちょっとね、あの夕方暗くなってきちゃったもんで、ちょっと電気をつけてやってますけど、まあこういう杉ですね、挿し木してまあ2年ぐらいで、まあその枝がうんぬんっていうよりは、まあこういうクリスマスツリーみたいな、こういう杉の形、三角形にはなってますよ。はい、次はこれね、これ4番ね、これこのこれとこれのセットね、この札に4って2つ書いてあるもんで、はい、1本目はこんな感じで、こんな感じですね。はい、2本目はこれね、まあ、大体この大きさはね、あのまちまちバラバラなんで、まああの10センチぐらいかな、基本的に、うん、だってまだ見た感じ、あの自分俺の手の大きさとか見た感じで、あのネットショップのねベースの方にはあの乾電池とかね、そういうのをまあ比較に置いてあるんで、まあそれを参考に、あんまり詳しく何センチとかは書きませんので、まあそういった感じで、まだ切り込めばね、あの自分でサイズ調整できますんで、はい、これそれがこれこの次ね、5番ね、こんな感じのまあやつで、ね、まあ即売で1本2000円で売っとったやつですね。これを2本、送料込みのまあ4,000円、まあその即売のまんまでまあ行きたいなと思いますけど、まあこれであのもっと要望があれば、あのこれよりもっと安いやつとか1000円のやつを3個抱き合わせでとか4個抱き合わせでとかいうのも考えてますし、まあね、これ反響を、まあ、とりあえず見てから
この1個につき4枚も5枚も6枚もね写真撮ってあげるのがねちょっと大変なんで、であと1000円のものに1000円の送料かけるのもね、あのなんかもったいない気がするもんね。だから1000円のやつはまあ3個とか4個とか抱き合わせで、まあ送料はサービスしますよっていう、そういう感じでやりたいと思いますんで、あのよろしくお願いします。はい、こんな感じでね、これ最後のやつだね。これちょっとあの3号鉢にこれだけ大きいもんで入っとるんだけど、ちょっと大きめのやつと、うん、この 2.5 号の主音鉢に入っとるやつと、これが6番ですね。はい、こういう感じで一回やってみたいと思いますんで、あの、あとはこのリンクを貼っときますんで、ベースの方でお会いしましょう。ね、これクローポットの苗木もあるもんで、まあこれが反響があれば、こういう苗の方もこの安くあのやりたいなと思ってますんで、うん、まあこの切り込みだけだもんで、あのもうちょっとあの鋭角に切り込めばあの小さくなるし、まあそれはねこれからのお楽しみということで、はい、どうもありがとうございました。続きはベースの方を見てくださいよ。